おめでとうございます。はい、ありがとうございます。全てを終えて今の気持ちいかがですか？いや、ほっとします。はい、クライマックスシリーズが、僕の中ではすごく悔しいシリーズだったんで、そういった中で、日本シリーズ、勝ててよかったなと思いますね。はい、もうね、いい動き見せてくれましたね。いや、もう自分の思うような守備ができたし、十分な守備ができたと思ったんで、はい、まあ、あとはバッティングの方でもっともっとやっぱり貢献しないといけないなというのは思いますけどね。はい、さあ、ビールかけ今回ちょっと激しかったですね。そうですね、もうやっぱり3回目、最後ということで、しかも日本一ということなので、なので、思い切ってやらせていただきました。はい、もうね、目の周りが赤いし、まあ、お酒弱いのですぐ赤くなるんですね。酔っ払ってます？今今酔っ払ってないです。治った、メッセージお願いします。そうですね、本当に、こういった形で、日本一になれて本当に良かったと思ってますし、まあ、ファンの皆さんの声援というのが間違いなく僕たちに力になることは間違いないんで、これもまた来年、僕も頑張っていきたいと思いますし、また熱い声援をよろしくお願いします。じゃあ最後に最高のスマイルお願いします。最高